サーグパニールサーグとは、ほうれん草やからしの葉など青菜、およびそのような要菜を用いたカレー料理のことである。インドとパキスタンでは、ローティーや、なんといったパンと共に食される。ほうれん草や、からし内外の要菜類を用いることもあり、また味、香り付けのための香辛料などが加えられる。サーグワーラーとも呼ばれる。インド料理レストランなどでは、 チーズの一種パニールをさいの目に切ってあげたものが具材として加えられたサーグパニールである。この料理は特にインド北部のパンジャーブ地方で多く食されており、トウモロコシをひいた粉から作られる黄色いマッキーディローティーと共に食べられることが多い。ほうれん草とパニールでできたカレーはパーラクパニールと呼ばれる。羊肉が入ればサーグゴーシュトまたはパーラクゴーシュトとなる。 通常この羊肉は他の材料と混ぜる前にタンドールで焼いてある。パニールや羊肉の代わりに角切りのジャガイモが入ればサーグアールーまたはパーラクアールーと呼ばれる。ありがとうございます。